みーはさ、なんで今まで MC はそんなに見てないの？見なかったの？なんで？マーベルとか。なんで？そういえばなんだけど、初めて誘ったのがブラックパンサーでしょ？はい。なんでさ、ヒーロー映画ってさ、どっちかっていうとメンズ寄りなんだろうね。それはやっぱり、育ってくる文化じゃないですか？仮面ライダーとか見るでしょ？今誰か叫んでた。誰か叫んでた。怖えな。マーベルは知ってたでしょ？小学校とか中学校とか。いや。マーベルっていう。あ、もう情報がシャットアウトされてるってことかな。映画って、コナンとか、あ、ジブリとかしか映画館で見たことなくて、初めて見た洋画は、アバターで。アバターはなんで見たの？なんかすっごい話題だったじゃん。すごい話題だったから、見るかって思って見た。でも、アベンジャーズはさ、ものすごかったよ。公開するとき。知らない。知らないんだ。じゃあ、やっぱ情報じゃない？ CM やってた？やってた。アイアンマンも知らなかったし、もちろんキャプテンアメリカも。アメコミっていうのを知らなかった。野球見たことない人がさ、野球の情報がもう絶対入ってこないの。マジでさ、やっぱ興味あるものないもので、情報なるなのかな。だって見たらめっちゃ面白いわけじゃん。面白い。多分野球とかも観戦したらめっちゃ面白いのよ。確かに。でも、行かないじゃん。行かない。行けばめっちゃ面白いのにってさ、マーベルしてると思うでしょ。それは思う。めっちゃ思う。それこそ最近は X で見たり、バットマン、DC 見たりとかしてるけど。なんで見てこなかったんだろうって思う。そのきっかけって何があれでもいいんだろうね。でもやっぱり、あれじゃない、女の子はやっぱり彼氏とか旦那さんが、一緒に映画見ようよって誘ってくれて、で、見たら、面白いじゃんって言ってハマる子が多いんじゃない？それかさ、ほら、自分のお父さんお母さんが好きで、映画館一緒に見に行ってて、小さい頃から、アイアンマンかっこいい、キャプテンアメリカになりたい、みたいな。それで育ってたりとかさ、あんなにさ、見たくない、ブラックパンサー見に行こうよって言われた時にさ、めっちゃ嫌がってたんだよね。そう、めっちゃ嫌がって。特に、映画の中でも特に SF とか宇宙とかの話が本当に苦手で。あとなんか、それしか知らないよみたいな。繋がってるとかと思っちゃうじゃん。あ、そう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 。たくさんあるから、一個だけ見ても、急に見てもわからないから、っていうところも結構、ハードルの高いところにあるよね。先入観としてさ、マーベルの映画って、予備知識がないとダメ、みたいな。出てくるキャラわかんないって思ってたから嫌だったし、でもね、それが全くなかったから。そうだね。確かに繋がっているんだけど、なくても全然楽しめるうちの一個であるよね。全く楽しめたよ。ドクターストレンジとかさ、ブラックパンサーとかそっちの類じゃん。ブラックウィドウとかちょっと難しいよね、だから。あ、そうか。ブラックウィドウは、シビルウォー見てないと、見てない、別に、そうか、そうでもないか。そう、意外といけんだよ。あ、でも、違うよ。ブラックウィドウは、あれじゃん、逃げてるじゃん。そうか、なんでとか。そう、最初の部分逃げてる。追われてる。そういうのが、本当にちょっとした数秒のシーンなんだけど、マーベルって結構多くて、それがね、結構ね、苦手だったんだけど、まあ、ブラックパンサー、アイアンマン、キャプテンアメリカのザ・ファースト・アベンジャーとか、あの辺とかは純粋に楽しめるよね。そうだね。ドクター・ストレンジもそうだよね。ソームだね。ソームだね、マイティ・ソームだね。単体だったらめっちゃいい。だから今回デップとかはいいとこだよね。でもデップ3作目だから。ああ、そっか。ウルバリン出てくるし。あ、でも、デップは、あれで楽しめるって、デップ&ウルバリンっていう映画として楽しめるってね、言ってたもんね。だからあれはね、全然、初めての人にもおすすめ。ちょっと刺激強いかもしれんけどね。すごい謎なんだよね。見たらめっちゃハマんだけど、見るまでのハードルがなんか、なんで高いんだろうと思って。マーベル、スター・ウォーズはめっちゃ高い。やっぱりシリーズものっていうハードルは、もうね、マジで高いハードルだよ。しかも、マーベルはもう20作、30作近くあるでしょ？シリーズがね、長すぎるの。いい意味でもね、多すぎるの。悪い意味でもってことか。それが初めての人にはハードルになるのか。そう。2008年スタートの人から比べたら、2008年からマーベルの映画来たって思ってる人と比べたら、やっぱりどうしても2024年の今、ここからスタートする人にはハードルがかなり高いんですけど、本当に、新しい世界広がるから見てるし。なんでなんだろうね。逆に多分いると思うのよ。同じ趣味をこう楽しみたいけど、片方、それがね、
男性かもしれないし、女性かもしれないし。ハマってない人に、この魅力を伝える方法っていうか、なんかその、ハードルがあるじゃん、絶対。あるよ。そう、だからそこは何だったのかなと思って。いや、何とかじゃない。ミーが、マーベルを見せた時に、ハマんなかったんだったら、あー、そっかそっかってわかんねえ、俺も。めっちゃ納得すんの。ただ、見たらもう、ドハマりするわけじゃん。だから面白いわけよ。だからこう見る前の苦手意識みたいな。食べず嫌いみたいな。これを、このハードルが何なのか俺はね、追求したいわけ。ハードル、もう自分の意志が弱いからです。せっかく映画を見るんだったら、2時間ぐらいね。うん。面白いと思うもの見たいじゃないですか。ああ、わかるわかるわかる。自分の好みの、ね、そう、うん。自分好みの面白い2時間を過ごしたい。はい、はい。みーはそう思うんです。よし、じゃあ、環境、お菓子とかジュースとかいっぱいされて、よし、見るぞってなった時に、面白いって思うもの見たいなって思っちゃう。未知への挑戦よりも、もうもともと、そう。面白いだろうって期待値が高い方に行くってこと。面白いって分かってるものを、もう一度見る方の方が、気持ち？未知への挑戦より、もう分かってるものの方が、楽しい2時間を過ごせるんじゃないかって思っちゃうの。2時間過ごして、あ、好きじゃなかったなって思う2時間を過ごすより、絶対に面白いって分かってる2時間を過ごしたい。そう思っちゃうの。新しいテーマパークがオープンしました。うん、で、1日オフですって言ったら、うん、ディズニーランドに行くか、例えば新しいテーマパークに行くかって言ったらさ、うん、ディズニーランド。もうディズニーは楽しいっていうのが分かってるじゃん。で、その新しいテーマパークができたとして、1日そこに使う、それだったら、じゃあ、同じ値段だったら、入場料が、それだったらその1日ディズニー行こうよってなるってこと？今まで行ったことあるテーマパークだったら、今日はじゃあこういう風に回ろうとか、今日はじゃあこのフード食べたことないから食べてみようって、想像できる。ワクワクできる。ああでも新しいところって、何があるのかわかんない、どういう時間の過ごし方になるかわかんなくて、不安になっちゃう。未知すぎて逆にダメなのか、じゃあ。一歩踏み出せない。だから、無理やり、誰かと一緒に、行く。テーマパークだったら。でもさ、ある程度じゃ面白いってことが担保されてたら、見れるとか、逆に。だ逆にさ、こう、ネタバレ絶対にしたくない人、してほしくない人いるじゃん。うん。で、初めての人には、こう、面白い映像とかが断片的にもう見えてて、うん。なんか面白そうだから見てみようみたいな。例えば、じゃあ、初めて、もうミーが全くマーベル知らなくて、新しいマーベルの映画を誘いますってなった時に、絶対面白いからって誘うよりも、この映画って、例えばこういう、デッドプールっていう、みたいな、こういう能力があって、で、ウルバリンっていうのはこういう人で、で、この二人がこの映画ですごく交わるんだよ、みたいな。そう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 ！だから行こう、みたいな。そう！その方がいい。パンとしたら嫌じゃん。今だ嫌でしょ？うん、嫌だよ。やめて。黙って。もう。初めてもしミーがマーベルに行くんだったら、そっちの方がワクワクさ、うん。あ、そういうことか。そういうこと。あらすじ、もう、ミーに関しては、あらすじプラス、説明してあげるんだ。結末も教えてほしい。ミーに関してはね、多分ほとんどの人は、あらすじとか登場人物ぐらいでいいかもしれないけど、だからアントマンとかね、めっちゃいいと思う。あ、なるほどね。アントマンってさ、面白いじゃん。小さくなって、で、トーマスに惹かれて、そうそう、トーマスに惹かれたり、シャワーで流されたりとかすんだよ、みたいな。え、何それって思うじゃん。確かに、アントマンは知ってたもんね、その。そう、アントマンは、認知したもんね。CM 見てたの。CM で見たことあるこの人。そう。え、このシーン、めっちゃ CM で見たって思ったの。そうだね、そうかも。素晴らしい発見をした、今。だからしたら、一緒行けないかなって思ってるもん。うん、ただ、うんうん、多分初めての人にとっては、あ、じゃあ行ってみようかなってなるってことだよね、それが。そう、行きたい気持ちはあるんだけど、面白くなかったら嫌だな、ハマんなかったら嫌だなって思っちゃう。だったら見る前にもうある程度情報として与えといて、何それ面白そうの方が、ハマらせたいなら、自分のプレゼン力を磨けって、ね。気に入ったら、だってあんだけ苦手意識があって、あんだけ嫌だと言ってたミー、もうブラックパンサーからめっちゃハマったわけじゃん。はい。面白いってなったわけじゃん。かっこいいってなった。だから、マーベル、DC、スター・ウォーズもそうだけど、やっぱ、ね、映画はやっぱりどれも面白いから、うん、プレゼンする。逆に。ネタバレしちゃダメだっていうのが多分、頭の中なんだよ。いやね、
全く情報ない人にはね、ネタバレしちゃって全然いいと思います。そうか。一回ちゃんと確認取った方がいいよ。いきなりさ、ネタバレまで話されたら絶対嫌だって人もいるから、一旦あらすじ聞いてくんないって言って、面白そうって思ったら一緒に行けばいいし。ああ、でもそれでもなんか面白そうと思えないなって思ったら、それはそれでもしょうがない。ぜひこれは活用していただきたいね。ねえ。だからさ、CM 見せたらいいんじゃない？CM ってすごくね。そう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 。もう公開終わっちゃってるやつとかだったらさ、CM 見せてさ、この後はこうなるんだよって言えるじゃん。でも、MCA とかなんかさ、映画の CM ってやっぱりさ、こう、うん、ファンに向けて結構出すところがあるじゃん。ああ、そうだね。だから、ちょっと、めちゃくちゃワクワクするけど、うん、ファンとしては、うん、全く知らない人からすると、例えば隠されてる伏線とかがいまいちわかんなかったりとかするから、やっぱ、自分でプレゼン。そうそう、自分でちゃんと、わかりやすく説明するのが一番かもしれない。でもアントマンの CM はめっちゃ面白いよ。めっちゃ印象残ってるもん。じゃあハマらせるにはやっぱりじゃあ自分の力が必要ってことだね。自分の力ってどっかあるかもしれないってことだね。うん。何よ。何よって。ぜひ参考に、デッドプールを一人で見に行かなくてはならないと思ってるそこらあなた。そこらあなた。デッドプールはみんなで見に行こう。もしかしたらね、好きな人だったりとか友達、うん、マーベル苦手な人もそれで連れて行けるかもしれない。うん、いや、今回のこの映画さ、解決しました。それじゃ引き続きドライブを楽しみます。はーい。チャンネル登録、よろしく。